この服すごい似合ってるね。本当？ありがとう。それよりなんだか喉乾かない？ここに座ってて。僕買ってくるよ。うん。あの女に決めた。ハルト君と久しぶりのランチ楽しみだな。リカちゃん。あ、おかえり。自動販売機そっちだったの？何か美味しそうなジュースあった？いや、なかった。それより行こう。うん。ハルト君さっきマスクしてたっけ？それになんだか急に元気がなくなった感じ。どうしたんだろう。あ、どこに行くんだっけ。もう、さっき話してたばかりなのに忘れたの？ごめんごめん。ランチに行くんでしょ？あ、そうだったね。もう、しっかり。ごめん、リカちゃん。遅くなっちゃう。あれ？いない。リカちゃん？リカちゃん？電話してみよう。誰にしようかな。そうだね。ダメだ、電話に出ない。もしかして僕が遅かったから怒っちゃったのかな。どうしよう。明日学校で謝ろうか。何にするか決めた？うん、ハンバーグプレートにしようかな。え、ハルト君ハンバーグ好きだった？あ、うん、好きになったんだ。そっか。おかしいな、前話してた時。ハルト君は苦手な料理とかないの？うーん、強いて言うならハンバーグかな。食べれないことはないんだけど、自ら食べたいとは思わないかな。って言ってたのに。まあいっか。危ない危ない、ここでバレたら俺の計画が。お待たせしました、デミグラスチキンライスハンバーグプレートです。ごゆっくりどうぞ。わあ、すごく美味しそうだね。食べよう食べよう。まずい。ご飯を食べるということはマスクを取らないといけない。でもこれを取ったら。ごめんリカちゃん、ちょっと僕お腹痛くなって食べるのをやめておくよ。え、大丈夫？うん、大丈夫だからリカちゃんは食べてて。うん、わかった。ごちそうさまでした。本当に何も食べなくてよかったの？うん、それよりこれから一緒に来てほしい場所があるんだけど、ついてきてもらってもいい？うん、いいよ。どこなの？それはまだ秘密。ねえ、一体どこへ行くの？いいからついてきて。この森さえ抜ければ。木がたくさんあって歩きにくいよ。大丈夫だからついてきて。ねえ、どこまで奥に行くの？あ、ごめん、電話だ。もしもし？リカか、今どこにいる？今すぐ帰ってきてくれ。何？今ハルト君といるの？ダメだ、今すぐ帰ってきてくれ。もう理由は何？いいから早く帰ってこい。ゴー！何事？どうしたの？ごめん、なんかパパがすごく慌てててすぐ帰ってこいって。だからごめん、また今度連れてって。先に帰るね。し、あと少しだったのに。まあまたチャンスはある。ただいま、どうしたの？待ってたぞリカ、助けてくれ。リカお姉ちゃん、あれ、お家にトカゲが出てね、パパ怖くて取れないの。トカゲ？そうだ、リカ頼む、あれを取ってくれ。パパ男なんだから、トカゲぐらいちゃちゃっとちょっと。無理だ、俺は虫は平気でも蛇とかトカゲ、爬虫類はダメなんだ。もう情けないわね。もう逃げちゃったし大丈夫よ。はぁ、助かった。お姉ちゃんありがとう。ハルト君置いてきちゃったし、明日謝らないとな。まあそれもパパのせいだからね。ハルト君、昨日ごめんね。おはよう。いや、こっちこそごめん。昨日家にトカゲが出て、パパ苦手で取れないから私に帰ってきてくれって。だから昨日一緒に行けなくてごめんね。あ、そういうことだったんだ。だから急にいなくなってたのか。だったらまた今日にでも行こう。今度こそ美味しいもの一緒に食べたいし。そうだね、今日もバイトないから昨日のリベンジだ。今日こそは絶対に連れて行ってやる。ハルト君行こう。じゃあまた明日な。ハルト君、ごめんなさい。ちょっといいかしら。何ですか？ハルト君生徒会長でしょ？次の生徒会までに決めないといけないことがあって。あ、でも今日はいいよハルト君、行ってきて。私公園で待ってるから。ごめんね、すぐ終わらせてくるから。うん、ほんとハルト君すごいな。勉強ができるだけじゃなくって生徒会長までするなんて。リカちゃん、もう終わったの？すごく早かったね。うん、急いだんだ。あれ、いつの間に私服に着替えたんだろう。早速なんだけど、昨日行きたかったところを連れて行ってもいいかな？うん、もちろん。今日こそ連れてって。わかった。今日こそ。
はぁ、あ、お待たせ、リカちゃん。え、あ、すみません、人違いでした。いや、誰？リカちゃんは公園で待ってるって言ってたけど、昨日に続き今日もいっぱい待たせちゃったから絶対怒ったんだ。あー、もう僕のバカバカバカ。リカちゃんを探さなきゃ、まだ近くにいるはず。ねえ、ハルトくん、さっきまでマスクしてた？あ、いや、急に咳が出るようになっちゃって大丈夫？生徒会の話は何だったの？何だったかな？忘れちゃった。忘れちゃった？さっきのことなのに？まあそんなことより早く行こう。ねえ、そこはどんな場所なの？そこは綺麗な川があるんだ。その川を渡ったら何もない、すごく広い場所に出て、他には誰もいない、僕と二人きり、ずーっと一緒にそこにいよう。ん？なんか確かにハルトくんなんだけど、いつもと違う気がするのは気のせい？ほら、早く行こう。あ、ごめん、また電話だ。もしもし？リーカー、聞いてよ。何？レンと大喧嘩。あいつ私に隠れて隣のクラスの女子とボーリングに行こうとしてたのよ。信じられないでしょ。何がボーリングよ、何がバレちまったよ。もう私レンと別れる。ちょっと落ち着いて、翼ちゃん、別れるだなんてよくよく考えて。あー、イライラする。リカ、今何してんの？今すぐ来れない？この気持ち聞いてもらわなきゃ気が済まない。分かった、行くよ。ハルト君ごめん、翼ちゃんとレン君が邪魔ばかり入りやがって。こうなったら無理やり連れて行ってやる。何言ってるの？ハルト君は翼ちゃんたちが心配じゃないの？もう離さない、お前を連れて行くと決めたんだ。やっぱりおかしい、ハルト君だけどハルト君じゃない。誰？離して、お願い。離さない、あの世へ行こう。俺と一緒に、ずーっと一緒に。やめてー、リカちゃん。え、ハルト君が何で僕が…どういうこと？双子？いや、違う。なんでこんなことになってるのかわからないけど、こいつは偽物だよ。え？僕が本当のハルトだ。違う、俺こそ本当のハルトだ。こいつが偽物だ。え？騙されないで、リカちゃん。僕こそがハルトだから。嘘を言うな、僕こそ本当のハルトだ。え、わかんないよ。偽物なんか無視して、ほら、早く行こう。リカちゃんを離せ。いた。くんの偽物ね。違う、俺が本物のハルトだ。マスクが。これでよくわかったわ。だってハルトくんは口元にほくろなんてないもの。だからこっちが本当のハルトくん。もう騙されないわ。ちくしょう、あと少しだったのに。消えた。もう心配かけないでよ、リカちゃん。だってハルトくんだったら安心してついて行っちゃうじゃない。心配かけてごめんね。でも本当、リカちゃんがあの世に連れて行かれなくてよかった。うん、今回も助けてくれてありがとう。偽物シリーズ、またやってほしいなって子は、今日もぜひ偽物ハルトくんのリクエストありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ここでみんなに問題。ハルトくんの苦手な食べ物は何だったかな？分かった子はコメント欄で教えてね。バイバイ。